モデル加藤紗理が25日深夜にテレビ東京系で放送されたじっくり聞いたロースター近況報告木曜深夜0.12のタブーに切り込むやばい話 SP に出演生活費はお金持ちの彼氏からもらう100万円のお小遣いとあっけらかんと話し MC のネプチューンナクラジュンを呆れさせていたセレブな生活を送っている加藤に MC の次長課長、河本淳一が、キャバクラで働いているんじゃなかったっけと質問するも、働いてないですと否定。河本は半ば呆れた様子で、じゃあ、どうやって生活しているのよと確認すると、男ですときっぱり。泣くらが、生活費は彼氏と、横から割って入り、月に大体どのくらいもらうかとうと、加藤は、月によって違いますけど、 と断りを入れつつ、45万円の家賃とは別に、100万円、受け取っていると明かした。加藤は、彼氏とは遠方に住んでいるとの理由で会うのは月に1回だと、言う。さらに体の関係はないが、食事をしたり遊んだり、デートをする男性が他に7人いることも告白。泣くらが、その気前のいい男性たちとは、どこで知り合うのか問い詰めるも、なんか、 いっぱい寄ってきますねと、具体的な出会い方は説明せず、はぐらかすばかり。また、お金持ちしか好きにはならない。彼氏の財布は、シャザとの財布ですというゲス発言の数々にイラついた。泣くは、純喫茶という番組の設定を忘れ、トーク中に、酒くれ、と叫ぶ始末。加藤の今後を、心配した、MC 陣が、ずっと若いわけじゃない。 誰も相手してくれなくなるよと説教モードに入るも、でも、美人革命だからすぐ死ぬもんと、一同行店の将来設計、お語り、泣くらも言葉にならない様子だった。